待たせたわね。今回はこの私、白沢みゆきが瞳にインタビューをするわ。ほら、柳瀬、ついてきなさい。瞳の可愛らしさをしっかりとカメラに残すのよ。君のお母様、姪のひとみちゃんとスキンシップを図ってるんです。あ、そっか、ひとみはアキラのいとこって話になってるんだったわね。でもその正体はアキラが持っているビデオカメラに宿ったカメラの精霊なのよ。カメラの精霊？セルコさん、それは私たちだけの秘密です。そうだっけ。メンゴメンゴ。鶴子さんは相変わらずロングです。ほら、ひとみ、インタビューなんだからひそひそ話しない。そうでしたね。では自己紹介させていただきます。私の名前は柳瀬ひとみ。兄様のいとこで1学年下です。兄様のお役に立つのが私の役目。撮影でもいろいろとお手伝いします。正体が精霊なので、魔法の力でポポポポーンと問題を解決したりできますよ。え、人前で魔法を使うな。魔法を使うと腹ペコになる。何をおっしゃる。それじゃあ燃費の悪い片打ちカメラみたいじゃないですか。またお腹が減ったの。ほんと腹ペコさんね。うゆう、わがままボディが憎らしいでござる。なら朝食を食べながらインタビューの続きしましょう。なーい。ちなみにだけど、ひとみはアキラのことをどう思ってるの。いきなりなんですか。だからただのカメラの持ち主なのかって話よ。大切に扱われた恩返しがしたくて、その姿でアキラの前に現れたんでしょ。少なくとも悪くは思ってないはず。そこのところどうなんでしょうか、ひとみ選手。それはその、兄様のことは大切ですけど。え、何よアキラ、ひとみを困らせるなって。仕方ないわね、まったく過保護なんだから。兄様、ありがとうございます。そんな優しい兄様のことが、その、はいはい、ごちそうさま。まだご飯を食べてないですよ。ごちそうさまには早いです。なら食事にしましょう。隣の家から千穂ちゃん呼んできて。はい、では行きましょう兄様。瞳は相変わらず柳瀬にべったりね。